はい、今ですねベトナムのホーチミンにいます。ホーチミンの中心にあるね一区にあるビルの中にいるんですけど、トイレですね、ベトナムのホーチミン、かつて仕事で赴任してたことがあるんで、まあ、よくトイレもちろん利用するわけですけど、日本の TOTO もしくはイナックスもたまに入ってるんですけどね、の製品が結構多いです。アジアに関してはね、日本の会社が救ってる、ね、ことが多いです。 TOTO、もしくはイナックスなんかも結構最近本当入ってるんですけどね。なんでこういうふうに、日本のメーカーって世界に進出してるわけですけど、トイレのメーカーなんかもね進出してるわけでございます。